皆さん、ボコニャチは。さて、スライムエレベーターの続きを作っていくよ。前回は、エレベーターの基礎を説明したけど、わかったかな？おう、なんとなくは理解したぜ。ラッキ回路がポイントなのよね。そうそう、前回の動画を見ていないという方は、そちらを見てからこの動画を見ていただけるといいかと思います。今回は、この基礎を理解した上で作っていくね。このエレベーターの続きを作るのかしら？いや、これは基礎なだけだから、今回はちゃんとした1階部分から作っていくよ。ほう。それは楽しみだぜ。あんたはちゃんと理解してるの？うん。9割は。ほんとかな？ほんとだって。エレベーターか。基礎は分かっても完成形が想像できないわね。そうだな。だが目的はデパートだからな。道のりは長いぜ。でも、一つ一つ進めていった方が構造がわかりやすいでしょ？さて、まずは土台を作るよ。10階建てだから、18×12 を石レンガで埋めるよ。18×12？ これに意味はあるの？うん、作っていけばわかるよ。ふーん。だが結構スペース取るのな。まあ、階層指定のボタンの分があるからね。こればかりはしょうがないか。それでも、かなりコンパクトだとは思うよ。コスト的にはどうなんだ？うん、スライムブロックに関してはトラップタワーさえあれば大丈夫だけど。なんだ？レッドストーンを膨大な量を使うからさ、今僕のワールドにある分だともしかしたら足りないかもしれなくてね。マジか。またブランチマイニングをするのか？もしかしたらするかもしれないね。さて、次に右から数えて、7の5マス目からブロックを積んでいくよ。随分と曖昧な表現だな。ちょっと思いつかなかった。7の5マス目は、ここだね。ここから石レンガをこのように積み上げていくよ。端っこ一マス開けるね。ふーん。どこまで積み上げるんだ？もうここは10階分まで伸ばしちゃっていいけど。とりあえず今回は2階部分まででいいかな。よし、とりあえずこんなもんでいいかな。これは、一体何なの？ここで階層指定できるようにするんだ。レバーをこのようにつけていくよ。こんな感じだね。これが階層指定ができるって、どうするんだ？とりあえず看板を使ってわかりやすくするよ。こんな感じで、どこの階のレバーかわかるようにして。よし、OK。これに関してはまた後で説明するよ。ふーん。前回の基礎とは全く違うわよね。さて、次にエレベーターの昇降口を作るよ。5の4の場所にするよ。またその表現か。ここだね。ここが上昇する場所だよ。ここに、スライムブロックを置くよ。あれ？いいのかしら？まあ見ててごらん。このスライムブロックの周りを一マスずつ掘って。かまどをまず3箇所。そしてここにはパウダー。その上にかまどとボタン。よし、これで OK。って動いてないぞ。あと面接ピストン設置するの忘れてた。一番大事なもの忘れてるじゃねえか。たく。だから私さっき心配したのに。ごめん。よし、これでちゃんと動いたね。前回のと違うようだが。そうそう、前回のはエレベーターの途中階の部分だっていうことを忘れてたんだ。やっぱりか。ここは足場のブロックを出す必要がないもんね。そんじゃ、早速回路を作っていくよ。まずはボタンからの信号を伝えるための回路だね。石レンガとパウダーをこうして、トーチを置いたらタワーを作るよ。このタワーをよく見ててね。ほいほい。ここのトーチは横につける。あ、これは前回のトーチタワーよね。そうそう、これは覚えてるかな？ああ、これが2階の足場部分だよな。そう、こうやってピストンを2箇所設置したよね。で、重なる場所にスライムブロック。これでトーチタワーからの信号が伝わるよ。あとは下側のピストンにも回路をつなげるんだよな。そう、これがないと下側のピストンが作動しないからね。おう、これは覚えてたぜ。さて、続いて2階の昇降口にもかまどを設置するよ。これは黒曜石でもいいんだもんね。うん、コストがちょっと高いけどね。よし、オッケー。動作確認してみようか。よし、バッチリ。おう、ここまでは前回と一緒だな。復習してるって感じね。じゃあ、次に何をしたのか覚えてるか？ラッチ回路を命灯。このトーチタワーから信号をもらって、ラッチ回路を作るよ。おう、コンパレーターとドロッパーを使うんだったよな。そうそう、まずこんな感じで石レンガとトーチを置いて、ここにパウダー。さらに石レンガを拡張して、ここにコンパレーターとドロッパーだね。うん、ドロッパーは顔が向き合ってるようにするのよね。お、ちゃんと覚えてるじゃん。当然よ。ちなみにドロッパーの中のアイテムは何を入れてもいい。はい、よくできました。前回のおさらいをするけど、コンパレーター側のドロッパーにアイテムが入ったら、コンパレーターが感知するっていうシステムだね。ああ、これはちゃんと覚えてるぜ。そんじゃ、アイテムはトーチでも入れておこうか。なんで落としたの？そこは突っ込んじゃダメ。よし、それじゃあまず外側のラッチ回路から繋げよう。ちなみにこれは、何のための回路かわかるか？忘れた。鳥頭だな、二人とも。うるせえよ。まあ見ててね。あ、わかった。2階のストッパー部分だ。お、マリサ正解。前回もやってるから、ちょっとできるまで待っててね。よし、あとはピストンだね。あれ？そこってかまどだっけ？あ、うん。将来的にわかるはず。曖昧だな。まあいいわ、このピストンが作動すると、2階のストッパーになる。ってことだよね。そう、これがないと上昇し続けて、一番上まで行っちゃうんだ。そして、前回説明してなかったけど、このピストンは2階に着いたら自動的に押し出してくれるんだ。ピストンがうまいこと交互に作動するよ。ふーん。そういうことだったのか。でも、これってどこのスイッチを押すと作動するの？うん、前回は適当にブロックで繋げて、ボタンをつけただけだったね。要するにこの外側のドロッパーに信号を伝えたいわけだ。ということは、ここのレバーと繋がればうまいこと作動するよね。ここに繋がるのか。ここのレバーはそういう役目だったのね。うん、それぞれの役目がわかると回路って楽しいでしょ？いやー、本当に楽しいぜ。私も。そんじゃ、回路をつなげようか。ここが2階のレバーの反対側だよね。パウダーを撒いて確かめてみるよ。レバーを下げると。あ、パウダーが反応した。そう、だからここからうまいことドロッパーまで回路をつなげるよ。まずはピストン。これにスライムブロック、レッドストーンブロックを積み上げて。ピストンが上がった時だけ反応するように、このようにブロックを置くよ。最初は、かまどにするよ。隣にスライムブロックが来るの？まあそれはまた今度わかるよ。で、ここにリピーター。あとは石レンガでドロッパーまで繋げて。おお、パウダーを撒けば繋がるってわけか。そういうこと。なるほど、ドロッパーまでの距離は長いけどちゃんと繋がるのね。そう、そしてこれが土台の 18×12 の端っこ部分だね。なるほど。これ以上マス目は出ないってわけだな。そういうこと。さあ、パウダーを撒いていこうか。よし、これで回路が繋がったね。おう、早速レバーをオンにしてみようぜ。オッケー。さて、これでドロッパーまで伝わったかな？ピストンが作動して、レッドストーンブロックがリピーターを作動させて、パウダーからドロッパーに伝わり、ドロッパー内のアイテムが移動して、コンパレーターが作動し、奥のピストンが作動し、レッドストーンブロックがリピーターを作動させ、ストッパーのピストンが作動する。うへぇ。まるでピタゴラスイッチだな。よし、ちょっと乗ってみようか。このピストンの真上にブロックがあるよね。ストッパーはちゃんと作動してるな。おお、ちゃんと2階で止まった。おかしい。何がだ？ 2 階の押し出し用のピストンが作動してない。あ、そういえばそうだな。このボタンを押すとリセットされるはずなのにされていない。ってことはコンパレーター付近がおかしいってことよね。ここに陶器がないぜん。おいポコニャン。それ前回も忘れてたじゃねえか。ああ、そういえばそうだった。まあ、こうやって人は成長していくもんなんですよ。なんだよそれ。まあいいわ、これで全ての回路が繋がったわよね。うん、外側に関してはね。あ、そういえばまだ内側のドロッパーの回路は繋がってないよな。うん、まあそれに関してはまた次回やっていくよ。とりあえず押し出し用のピストンが作動するのか確かめよう。うん、バッチリ。で、1階に落とされてるじゃん。いや、まだ2階の足場部分をつけてないからだよ。つけておこうか。足場があれば落ちないのね。そうだよ。よし、2階部分にもレバーをつけておこうか。ねえ、これってボタンじゃダメなの？もちろんボタンの方が1回押せばいいだけだし楽だよ。ただ、ごく稀にエラーが起きることがあるみたいだから、一応レバーにしてるだけなんだ。次回はボタンでやってみようか。今回はこれで終わりか？そうだね、あとは飛びやすいように仕切りをつけようかな。おう。それにしてもこれを10回まで積み上げるんだろ？めちゃくちゃ大変だな。だから言ったでしょ。そうね。そして2階だけで結構なレッドストーンを使うから、絶対今ある分だと足りないわよね。そうだよね。とりあえずクリエイティブで完成させよう。さて、仕切りをつける理由なんだけど、こうやって飛んだ時にちゃんと飛べないことがあるんだ。仕切りをつけることでジャンプの成功率がぐんと上がるよ。確かに、失敗もあるようじゃエレベーターの意味がないもんな。失敗すると落下の可能性があるもんね。うん。そしてまた失敗だね。というわけでガラスで仕切るよ。注意する点として、一番下に置いちゃうと。この通り、スライムブロックとガラスがくっついちゃうよ。ってことで、ここは一マス開けておく必要があるね。もしくはかまどを置くかよね。そうだね。そんじゃ、仕切れるところを全部仕切っておこう。よし、オッケー。これでだいぶ飛びやすくなったと思うよ。ほんとだ、綺麗に飛んだな。2階のピストンの調子も見ておこう。うん、ちゃんと押し出しのピストンも働いてくれてるね。はい、今回はここまでにしたいと思います。確かに、前回の動画を見た後だと構造がわかったわ。ああ、回路がパズルみたいで面白かったぜ。次回は、もう片方のドロッパーの回路と、3階から2階に降りる加工用を作っていくよ。加工用までできるのか？うん、と言っても、上昇みたいにピストンで登っていくわけではなく、飛び降りる感じだけどね。そうなのね、どちらにしても楽しみだわ。うん、次回はなるべくグダグダしないようにするね。それでは、ご視聴ありがとうございました。1回で全て理解するのは難しいので、何度も動画を見直すと回路の構造がわかると思います。説明がわかりやすかったよ、と思っていただけたなら、ぜひ高評価を押してくださると幸いです。私もだいぶ理解できたぜ。回路って楽しいね。それでは皆さん、次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。